は2018年の12月の5日かな。12月の5日だね。猫の好みいらっしゃい。おはよう。おはよう。久しぶりだね。おはよう、シーナちゃん。いやーすごい、結構忙しいんだ最近。放送が全然できない。放送ができないな。がっつり寝起きだね。ゆうさんいらっしゃい。いろいろと準備しないと。これからまた出かけます。あれ何集合だっけ、6時だっけ。いや静岡からずっと風邪ひいてるよ。あと何だろう、睡眠不足です。とにかく忙しい。久々ではこんな忙しいの。はすっこさんいらっしゃい。おはよう。おはよう。昨日でも撮影の勉強させてもらったんだけど、超勉強になった。多分生主とかね、 YouTuber でね、映像一番上手いの俺だよ。
現時点では。昨日レベル超上がったよ。昨日はすごいの教わった。ちょっと感動したもんね。ここまで変わるのみたいな。ここまで変わるの。生ポ欲しいのは市役所とか区役所に行きな。ヌードリアンが生活保護の対象だったらすぐもらえるよ。お父さんの生ポ、
着替えっか。なんかさ、パソコンさ、十何万貯まってるけどさ、最初に買うべきものがパソコンじゃないんじゃないかっていう気がしてきてさ、みんなに相談したかったんだよね。さ、パソコンにさ、貯めたさ、50万のお金の40万さ、別の使い道にしちゃらダメ？相談なんだけど。もちろん映画に使うんだけど、ちょっと別の用途で使いたいなとか思ってて、ダメかな。もちろんパソコンはさ、後で手に入れないといけないんだけど、でもパソコンかやっぱり。いや、そのまんまで行こう。全然コメントねえな、すげえな。なんかアイテムありがとね。なにこれ、猫、猫、なに猫って。猫ありがとう。猫ってアイテムが出たの。わかんないけど。猫ありがとう。三毛猫じゃん。猫ありがとう。猫って何？何アイテムだこれ。体調悪いな。あ、延長チケットは揃うんだ。あ、ぜひぜひ皆さんお願いします。な
加診アイテムお願いします。3つ揃うと延長代かな、これは。うわー、あーマジでダメだ、眠い。何時間寝たんだろう、20時間ぐらい寝た。マジで眠い。音聞こえる？聞こえてるよね。頑張んねえとな。目が覚めねえ、どうしよう。完全にレム睡眠で起きちゃったよ。なんかね、俺の予感なんだけど、これ映画すごいことになるぞ、多分。映画すげえいい感じだから、映画。めちゃめちゃ映画自体うまくいってるよ。多分みんなびっくりするクオリティになるよ。いや、映画クオリティやばいよ。映画延長します。映画のクオリティやばい。うまくいく予感しかしねえもん。めちゃめちゃレベル上がってきたよ、映像の。やっぱあれだね、ちゃんと教わることって重要だね。こんなに変わるのっていう、なんかね、その、なんだろうな、今まで無意識に見てたものが、その作り込まれたものだったんだっていうのに気がつき始めた。あれ？てか音出てなくない？誰かコメントあって書いて。なんだろう、リスナーさんの声してなくない？あ、コメント読み上げつけてねえのか。はい、OK。 なんかね、今までその自然と見てたものが、シーナさん、あ、ありがとう。今まで自然と見てたものが、そのプロたちだよね、娘さん、先人たちがコツコツ積み上げたものだったんだっていうのが分かってきて、すごい面白い。いや、芸術なんだよ、芸術。カメラが生まれてコツ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 積み上げられた技術、少しずつだけど体得してってるよ。
配信、通常の配信にも活かせるから、その技術は。それはやってこうかなと。ただ取りゃいいって問題。ただね、ちょっと助監督は探さないとまずいね。助監督は、探さないと。カレイジャさん、こんにちは。撮影監督と助監督って何か違うの？撮影か、今度ね、映画見るときにテロップとか見てみると面白いと思う。まず、監督って呼ばれてるものっていうのは、監督じゃん。映画の、総責任者だよね。で、まあ、作ることに関しての。で、助監督っていうのは監督の手助けをする人の。カレイジャさん、監督。そう。だから監督になりたい、監督っていう専門職になりたい人の下につくのが助監督なの。で、監督が今度絵を撮るときに絵をお願いする人が撮影監督、カメラマンの監督のこと。要はカメラマンって一人じゃないのね。で、そのカメラマンのチームをまとめる人が撮影監督で、あとは音響監督とか音楽監督とかいるね。音に全て関わる監督で、効果音をつける人が担当でいたりとか。だから効果音とかあるでしょ。カレイジャさん、ほう、いろいろあんのね。いろいろあるの。知らなかった。そうで、その音楽監督はそのプロデュースをして、その例えばアーティストを決めたりとか、この映画にはこの音楽がハマってるとか、そういうこともやったりとかで、技術系、要は映像の技術をもう統括する人が撮影監督かな。だから有名な、そう、カメラマンさんのプロとかだと、よくあるのがさ、映画監督、自分の作品監督でやるんだけど、プロデューサーで他の監督、プロデュース業に回ったりとかもあるよ。あと、特殊効果が上手い人だと、別の作品に、スタッフで参加するとか。いや、持ちつ持たれつなんだ、この世界。
だから、なんだろう、自分の仲間の人とか手伝いに行ったりとか全然あるよ。俺が今ね探してるのは助監督、要は監督やりたくて、あのもう現場でバリバリ教わったりとか一緒に作りたいっていう、学びたいっていう人が今めちゃくちゃ欲しい。助監督いないと回らない今で、あのちょっと発表なんだけど、今和道フィルムの作品ショートのね、本番に向けた、テストの練習をずっと重ねてきたんだけど、今度一回スタッフ全員集まって撮影やります。演者も集まって、楽しみでしょ。3分間の映画の、こういう映画作りますじゃないけど、我々和道フィルムのあのあれをやりますよ。和道フィルムの映像を撮りますよ。で、今俺が考えてるのは配信者の配信プロモーションビデオを作ろうと思ってる。ワードフィルム1回集合ね。監督誰かやりたい人いないかな。KP今日寒い？今日あったかい？宅会アットワド監督マネージャーさん、ワドツ。たくみさん、ワドツ。宅会アットワド監督マネージャーさん、猫をプレゼントしました。たくみさん、一回集まる。宅会アットワド監督マネージャーさん、猫をプレゼントしました。たくみさん、一回集まろう。スタッフ全員で。で、ティザーの映像を作るんだけど、その時にスタッフ全員で撮影入る。3分間、今度ショートフィルム。マッチユリのマリモちゃんさん、こんにちは。こんにちは、マッチユリのマリモちゃん。アイテムありがとう。
で、たくみさんさ、あの、助監やってる、助監やってくれる人を探してるからさ、配信者でもリスナーさんでも構わないからさ、あの、助監やる人をちょっと探して。タクカイアットワド監督マネージャーさん、了解です。あ、エルヴィンワドツ。ちょっと忙しくなるよ、たくみさんも。こんにちは。マリルボーン、こんにちは。マッチユリのマリモちゃんさん、風船50個ありがとう。風船を50個プレゼントしました。すげえバッタバタに忙しいから助監捕まえないとね、ダメ、もう本当にやばい。助監督、ちょっとね本気で探さんとやばい。ありがとうね、アイテム。あーでもやっぱパソコン必要だな。あーやばい、やばたんだね、焦るぜ、バッタバタだ。こんにちは。誰かいねえかな。もうやる気があれば誰でもいいんだけどね。もうやる気さえあれば、本当にやる気のある人がいい。やる気のある人で、あの本当に映画作りたい人で、ちょっと人手が足りないよ。ちょっと匠さんも忙しくなるからさ、ちょっと覚悟しといて。マジで超忙しくなるよ、匠さん。やばい。マリルボーンさん、バーガーを3個プレゼントしました。ありがとう、バーガーありがとう。もう超忙しくなると思っといて、やばいよ。スタッフも募集してるんで、ぜひ一緒にやりたい人は。あ、多分みんなの想像を超えるいい作品になると思います。あのちょっと想定してたレベルじゃなくなってきたんで、楽しみにしてて。これがやりたかったんだけど、あのすごいよ、面白い。カレイジャさん、お弁当係の監督ってあります？うちは作るよ、全然。お弁当係やりたいっていう監督がいたら、うちはそういうバカなことは採用する。
バリボーさん、ありがとう。ダンカンさんと今日だって会うって。いや、今から。今からダンカンさんと会う。忙しいよ。カレイジャさん、おから W。うん、今からダンカンさんと打ち合わせ。よしさん、アイスをプレゼントしました。アイスありがとう。よしさん、ありがとう。よし君にも連絡取らねえとな。よし君と打ち合わせしないと全然会ってねえ。できれば編集マンも欲しいな。忙しい。誰か映画作りたい配信者とか知らない？みんなの、知り合いで映画作りたい人誰かいねえかな。スタッフが足りなすぎる。カレイジャさん、七原君どう？七原君は絡まないでしょ、他の配信者と。ていうか引退したんじゃないの？やってんの？最近噂聞かないけど。七原君引退したでしょ。七原くんが映画やりたいって聞いたことないけどな。いや、演者は大丈夫なんだよ。演者は配信者でやりたいっていう人いっぱいいるから。カレイジャさん、ここで電撃復帰、俳優として。いや、俳優は今募集してない。スタッフと、スタッフ演者はいっぱいいるのよ。もう出たいはいっぱいいるから。もうなぜか普通そこで苦労するのに、そこ全然問題ないんだよね。逆なんだよ。配信者に知り合いがたくさんいるから、演者は腐るほどいるのよ。普通そっちで苦労するのにさ、不思議だよな。演者は腐るほどいるんですよ。スタッフがいない。普通さ、専門学スタッフか。七原くんは厳しいな。余計混乱。余計混乱するよ。一番スタッフ向いてないでしょ。普通逆なんだけどな。変だよな。普通さ、専門学校とかからだからみんなね、逆じゃん。仲間はいっぱいいるけどっていう、役者がいないとかが普通なんだけど。うちは逆転してるんだよね。出たい人はたくさんいるけど、スタッフがいない。大地と三日月と大地といらっしゃい。プレゼントしました。こたつアイテム揃った、ありがとう。無料アイテムもしよかったらください。延長チケットになるんで、無料アイテム余ってる人いたらください。大地と三日月とみかん、ありがとう。みかんをプレゼントしました。無料アイテム揃えてください。最低限は揃えないとな。最低限
ただマジでね、人手がかかる分ね、なんでこんな人必要なのと思ってるかもしんないけど、本当にいいものできるから。ポタツアイテムありがとう。ほんとびっくりするよ。ミニクボさん、アイスをプレゼントしました。おい、ミニクボさん、ありがとう。ミニクボさん、ありがとう。カレイジャさん、あの女性はミスター D さんだったかな。カメラめちゃか見て。あー、ミスター D さん、綺麗な女の人ね。あの人映画とか興味あんのかな。ミスター D さんね、いや、ミスター D さん逆に俺演者で出てほしいんだけど、あの人なんか魅力あるから、ミスター D さんは演者で出てほしいよね。カメラマンはいる。ちなみにカメラマンはいる。あちゃんさん、お久しぶりです。本格的になってきたみたいですね。いや、本格的になってきたよ。もうちょっと待っててね、マジで。今踏ん張りどころ、マジで踏ん張りどころ。もうね、倒れそうだよ正直。ていうか倒れてる実際、うん、実際いい感じですマジで踏ん張りどころ、超苦しい。マジで生活も苦しいし、みんな助けてマジで。もう生活もガッチャガチャだよ。ちょっとね、ライフサイクル崩れてる。時間がないのと金がないのと人手が足りないみんな助けて、頑張るから。燃え尽きるよ俺は。30代燃え尽きるよ、一本取って。あちゃんさん、でも自分のやりたいことで忙しいのは素敵です。バックスラッシュ。いやいや、舐めてたよ。もっと手軽に撮れるもんだと思ってたの、映画。舐めてた、完全に舐めてた。みんなすごいよ、命がけでやってる。笑い男さん、ワドツー。おい、笑い男お疲れ。笑い男さ、一回集まるから、映画を撮る前に練習会やるから、笑い男、あの、近々集まると思っといて。で、本番と同じ動きをするから、脚本用意して台本用意して、で、みんなが一回覚える。そこで一回集まって話し合いのミーティング、一回集まって話し合いのミーティングして、で、一回撮影入るから、で、その時にあの、みんなの動きを見て、わからないところとか、私ここやりたいっていうのを正式に決める。で、スタッフで参加した人はちゃんとあのテロップに入るから、名前が一生残るよ。笑い男さん、了解です、うん、頑張ろうね、一緒にね。うん、すごい楽しくなると思うよ現場。ただみんなで。自分の作品になるわけだからね。なんかスタッフの特典もつけないとな。なんか考えないと、そのプロデュース的な部分も。笑い男さん、何人に来るんだろう。え、7人ぐらい、大体。で、13人も追加だけど、最小限のミニマムでやる。人がまだ足りてないから、あの、そっからやろう。そっからまずはそれくらいから入る。
頑張ろうね。笑い男さん、アイサー。うん。結構重要な役割だから頼むよ。初期メンバーだから、ワド組の。ワドフィルムズ。先輩になるからね。新しく入ってきた人とかも伝えていかないと、技術を。頑張ろう。今何分？もう行くか。笑い男さん、プレッシャーがわらわらわら。あ、プレッシャー感じなくていい。暴走ができなくてごめん、じゃなくて急死じゃなかったの？何こいつ、誰お前。何めんどくさいんだけど。気持ち悪いんで、あなたコメント書かないで。楽しくやってるんで、邪魔しないでください。ちょっと一回放送、電波切り替え